女、貴様から闇の生贄にしてやる。くー、こうなったら私だってあれからデュエルの猛勉強したんだから。だって私の夢はいつか記者を卒業。闇のデュエル、それは負けた方が消える死のゲームだ。受けて立つわ。この衝撃は。これからこの世で最も恐ろしいゲームを体感させてやる。ラーの特殊能力、それは俺とラーが一体化することなのだ。そんな、ラーの攻撃、ゴッドブレイズキャノン。敵に応じるまま女は闇へと歩を進めた。その胸に孤独という快楽を抱いてな。奴が来る。俺が戦うべき敵が。俺の内なる力は解放された。闇に生贄を捧げれば捧げるほど俺のパワーは増幅されている。お前は誰だ。心配しなくても。いや、誰だっていい。俺が戦うべき最後の相手はお前だということなんだろう。この俺が面白い景色を見せてやるよ。この世のものとも思えない景色をな。たとえ未来はなくとも、今この瞬間を最も充実して生きなければならない。そうだろう、教諭。そうだけど、未来がないなんて。今でも立派な先生だよ、クロノス教諭。いや、俺に目的を思い出させてくれた。最強の敵と最高のデュエルをする。俺にとってそれが生きる目的。ふん、慌てなくてもお前もすぐに闇に染めてやるよ。あの時のめくるめくような興奮。俺の持つサイバー流の力、そして。そうかい、やれるもんならやってみな。俺の先行だ、行くぞ。俺のターン、ドロー。速攻の吸血宇治召喚。プレイヤーを攻撃。何？速攻の吸血宇治はワンターン目から攻撃ができるのさ。モンスターの攻撃はプレイヤーに苦痛を与え。まだ俺のターンは終わっちゃいない。速攻の吸血宇治はさらなる特殊能力を持っている。手札を1枚捨てることで守備表示でターンを終えることができるのだ。こいつにするか。ラーの抑止竜を墓地に眠らせることがいかに恐ろしいかわかるか。手札にあのカードが来れば貴様は一瞬にして敗北するんだよ。流血宇治を守備表示にし、さらにリバースカードを1枚セット。ターンエンド。しかし未来なき者に恐れもない。手札か、装備魔法フューチャーフュージョンを発動。デッキから融合素材モンスターを墓地へ送り、融合モンスターを特殊召喚する。来るか。俺はデッキから3枚のサイバードラゴンを墓地へ送り、サイバーエンドドラゴンを攻撃表示で召喚。フューチャーフュージョンで召喚したモンスターはこのターン戦闘はできない。手札から速攻魔法融合解除。サイバーエンドドラゴンを元に戻す。
サイバードラゴンでシャドウを攻撃、レボリューションバースト、リバーストラップ発動でね、モンスターリリーフ。こいつは相手プレイヤーが攻撃を宣言した時に発動し、自分のモンスターを1体手札に戻し、四つ星モンスターを特殊召喚できるカード。俺のカードはリバイバルスライム、守備表示。バトルだ、エボリューションバースター。リバイバルスライムの再生能力が発動しただけだ。そう来なくてはな。じっくり楽しもうじゃないか、余興の時間をな。俺のターン。モンスターを一体召喚しておくぜ。ジュラゲド召喚。リバースカードを2枚セット、ターンエンドだ。ドロー。強欲な壺を発動、カードを2枚ドロース。イデア、サイバー流回転、サイバーエンド。攻めてきな。クルーガイ、サイバーエンド、エターナルエボリューションバースター。行くか。トラップカード発動、スクラッチホイール。フィールド上に存在する鍵、指定した相手モンスターは攻撃できず、表示形式も変更できないのさ。リバースマジック発動、暗黒の魔戦士。俺は強欲な壺の効果、さらにカードを2枚引かせてもらう。何？タイムカプセル発動。俺のターン。ドロー。いいカードを引いた。リバースカードを2枚セット、ターンエンドだ。俺のターン、ドロー。カードを1枚伏せて、ターンエンド。あの力をな。トラップカード発動、左腕の代償。そう、代償として全ての手札を墓地に置く代わりに、デッキから1枚マジックカードを手札に加えるカード。俺の選ぶカードは死者蘇生。それでこそ俺が最後の相手に選んだ男。ターンエンド。マジックカード発動、死者蘇生。さあ神を見よ。ところがラーニは速攻能力が備わっていてね。さらに第三の能力を発動。アーの翼神竜最終形態、ゴッドフェニックス。お前はこのターンで死ぬ。何だか、このデュエルは闇のゲームだってことをな。ラーの第三の能力、
これは俺のライフを1000ポイント捧げることでフィールドのモンスターを焼き払う。それがどれほどの攻撃力を備えていてもだ。ビルがいい。お前を闇へと誘う不死鳥が舞う。ゴッドフェニックス。やつの魂は一筋の煙となって剣に消えていくのが見える。待ちこたえてくれ、俺の心臓。今俺の目の前にいるのはバカな。やつがまだ生きているだと。倒すべき最後のモンスターにふさわしい。ユラケのフィールナイトを抹殺しよう。パワーウォール発動。デッキから1枚墓地に送るごとに100ポイントダメージを軽減する。レジェンドデビルを召喚。レジェンドデビル特殊能力を備えている。俺のターンのスタンバイフェーズごとに攻撃力を700ポイント上げていくのさ。エンドだ。ドロー。タイムカプセル発動。サイバーバリー召喚。カードを1枚伏せてターンエンドだ。ギルガースを攻撃用事で召喚。どうだ、この究極のゲームのリアルな苦痛は。だが直接攻撃のダメージはそんなものではない。行け、ギルガースタックだ。そしてサイバーバリーの第一の効果を発動。サイバーバリーをもう一度除外し、デッキからカードを1枚ドロー。何？はい、このデュエルの敗者に下される罰ゲームを教えといてやるよ。敗者は深い闇の世界に身を沈めている。そいつの精神と肉体はゆっくりゆっくり永遠の苦痛とともに死の世界に落ちていく。興奮するだろう。そうだ、俺の心臓はもうすぐ鼓動を止めるだろう。つまり俺の戦いに未来はない。俺は今までただ勝利することだけに意味を見出していた。しかし今そのこだわりから脱することができた。ヘルカイザーとなって地獄をさまよい、やっと今勝利の喜びのためでも敗北の恐怖でもない、この瞬間を輝かせたい、そんな心境に達することができた。俺のターン、ドロー。トラップカードオープン。ロストプライド。手札のマジックカード1枚を墓地に送り、相手の墓地にあるマジックカード1枚を手札に加える。マジックカードオーバーロードフュージョン発動。墓地のサイバードラゴン3体と現れ、キメラテックオーバードラゴン。よって攻撃力は、そしてキメラテックは素材にしたモンスターの数だけ相手モンスターへの攻撃が。ロストプライドの代償として1000ポイントのダメージを受ける。サイバーエンドドラゴンを攻撃表示で召喚。キメラテックオーバードラゴントリプルアタック。発動ミラーフォース。カードを1枚伏せて
ターン。俺のターン。トラップカードオープン。リビングデッドの呼び声。現れろ、サイバーエンド。俺のターン。地獄をさまよい築き上げたサイバー流の全力。サイバーエンド、エターナルエボリューションバースター聞いたぜ、今のはよ、ユーミン、痛かったなんてもんじゃねえ。見るがいい、恐るべき罠、メタルリフレクトスライム。このスライムトークンはリフレクト能力により攻撃したモンスターの写し身となり、その攻撃力の4分の3の守備力を持つ壁モンスターとなる。そう、これは神の写し身、ゴッドスライム。ターンを終了する。俺のターン、ドロー。魔法カード、強欲なツボ。俺は強欲なツボの効果、さらにカードを2枚引かせてもらう。俺はリバースカードを1枚セット。さらに手札からマジックカード発動、融合。ゴッドスライムとリバイバルスライムを融合する。手札よりマジックカード発動、天よりの宝札。マジックカード発動、魔法石の採掘。この魔法石の採掘の効果によって手札2枚を捨てる代わりに墓地からマジックカードを1枚を手札に加える。もちろん俺が選ぶのは死者蘇生。次のターン、ラーが特殊召喚される。俺のカードはホールディングアームズ。こいつでアマゾネスの鎖使いを攻撃する。サイバーエンド、エターナルエボリューションバースター。実は3ターンの間敵の攻撃は一切受け付けない無敵能力を備えている。何？俺はリバースカードを1枚セット。俺のターン、ドロー。このカードは貴様にとって命綱となるか、永遠の闇に葬られるかの運命を握る。俺は死なない。この輝く瞬間を感じている限り、俺に死の闇は訪れない。瞬間は永遠となるのだ。速攻魔法、次元誘爆。自分フィールド上の融合モンスター1体をデッキに戻し発動。お互いの除外されているモンスターを可能な限り特殊召喚する。俺は第二の効果を選択。サイバーバリーとサイバネティックヒドゥンテクノロジーを
3体のサイバードラゴンを墓地に送り、サイバーエンドドラゴン召喚。エルカイザーをなめるな、バトルだ。させるかよ。リバーストラップオープン、悪夢の魔境ゾマホ。俺に解釈はいらん。速攻魔法サイバルティックゾーン発動、サイバーエンドドラゴンを除外。やはりそうか、この痛みは。俺はカードを3枚伏せる。最後の最後まで闇は俺の味方だ。このカードで貴様らを確実に闇の生贄にできるぜ。行くぜ、灼熱の翼で死の抱擁を受けな。マジックカード発動、死者蘇生。さて、ラーはまだ戦闘モードになっていない。どの形態で攻撃するか。当然こいつだ。俺のフィールドのモンスターを全て生贄にすることで、ラーの攻撃力は一気に6899ポイントに跳ね上がる。いくぞ、ラーの攻撃、ゴッドブレイズキャノン。あった、さらにマジックカード、リミッター解除を発動。サイバーエンド、エターナルエボリューションバースター。何？マジックカードを発動させてもらったぜ。ラーよ、再び墓地に戻れ。死者蘇生のカードも墓地へ置かせてもらうぜ。さらにリバースカードをセット。ターンエンドだ。この騎士改正のカードとサイバーダークのコンボでこの勝負勝てる。これでいいんだろう。最後まで付き合ってやるよ、それが望みなら。うわドロー。ゴマホ速攻召喚発動。手札のモンスター1体を通常召喚。サイバーダークヒールを召喚。カードオープン。一種類の種族を宣言。互いの墓地のモンスターは宣言した種族となる。ではドラゴン族を宣言。
マジックカードパワーボンド発動。サイバーダークキング、サイバーダークホーン、サイバーダークエッジを融合。何？外国にサイバーダークドラゴン召喚。サイバーダークドラゴンは召喚時墓地のドラゴン族モンスターを装備することでその攻撃力分攻撃力がアップ。俺は墓地の機械族からドラゴン族に変わったサイバーエンドドラゴンを装備。さらに墓地にあるモンスターの数だけ攻撃力アップ。サイバーダークフルダークネスバースター。いい気になるのもそこまでだ。闇の悟空壁。何？貴様のバトルフェーズは終わりだ。パワーボンド、俺の信じる究極の融合カード。パワーボンドを発動した者は特殊召喚したモンスターの元々の攻撃力分のダメージを受ける。やつごときにこの俺がここまで追い詰められるとは。だが、奴はもう。